はい、酒好きな俺の飲酒動画。ですが、今回は、酒ではなく、飲酒ではなく、トニックウォーターというですね、まあトニックウォーターですね、を、飲み比べしていきたいと思います。トニックウォーターはね、まあ主にね、お酒の割り材として、有名な、飲料でございますが、まあそちらがですね、まあ現在いろいろまあ売られてますが、まあその中で、まあ主要な、まあ安めの、そこまで高くない。それでいてどこでも手に入りやすい、ね、トニックウォーター、この4種類を用意しました。こっちが、まず一つ目、シュエップスのトニックウォーターです。まあ大体参考価格が、これが、250ml で、大体120円ぐらいですね。若干高いです。そして、サントリーのトニックウォーターです。こちらが、この瓶のやつ、200ml で大体、100円。俺100円ぐらいで買った。まあ、多分定価だったらもっと安いと思うんだけど、ちょっとこれレアだよね。瓶は結構レアです。瓶っていうかこのリターナブル瓶っていうかこのね、これを空き瓶を酒屋に持っていくと10円で買い取ってくれますんで、ビール瓶は5円なんですけど、こちらはね、10円で買い取ってくれますんで、まあ実質90円ぐらいの感じです。そして、ウィルキンソンのトニックウォーター。ウィルキンソンといえば、まあ、ジンジャーエールが有名なんですが、それの、トニックウォーターもあります。容量が190ml で、値段がだいたい、定価が70円ぐらいなんですよね。税込み75円ぐらいか、そこら辺だった気がする。ですね。まあ、これもね、空瓶10円で買い取ってもらえます。そして、俺がよく、買うのが、このカナダドライの、トニックウォーター。これは 500ml で、100円ぐらいで売ってますんで、まあ僕が一番見かけるのはこのトニックウォーターではないかと思われます。ね、容量も一番多く、コスパが一番高いというか、安い。容量的な意味で一番安といったとこでしょう。ね。それではですね、飲み比べていきたいと思います。ちなみにこれは全部常温です。ね、全部常温で飲み比べをしていきたいと思います。一応、ここにチェイサーを用意しまして。結構ね、このね、一番この中でレアなのは多分、ウィルキンソンではないかな。ウィルキンソンはね、ちょっとレアなんですよ。で、これちなみに俺ぼったくり価格で買ったんですけど。これね、メーカーのね、希望の定価がね、75円ぐらいなんですけど。90円ぐらいで売ってたな、これな。ぼったくりだろよし。トニックウォーターは大好きなんでね。よしっと。まあ一番、あれですよね。まあ俺バー行ったことないんでわかんないんですけど、バーでよく見るのは多分、このシュエップスっていうメーカーの、
やつですね。それじゃあいただきます。サントリーからいただきます。乾杯。美味しいですね。とりあえず比較対象がないと何とも言えないんですけど。あ、そうそう。言っとくけど、トニックウォーターをね、飲んだことない人ね、とか、の中には、トニックウォーターは、これお酒だと思ってる人間がいるみたいで、どうやらですね。決してお酒ではありません。なんかね、これを職場で飲んでたらね、お酒だと思われて、なんか叱られたとかいうね、人間がいるらしいんで、ちょっと、トニックウォーターをね、ただのジュースですからね、言ってみればね。それじゃあ、チェイサーを飲んで、カナダドライいただきます。苦い。苦いっていうか、渋いっていうか苦いのか。トニックウォーターって基本的に苦いですからね。トニックウォーターっていうのは、いわゆる、オレンジとかの柑橘系の果皮の皮をね、抽出して作った炭酸飲料ですね。そんなに甘くない気がするな。いや、サントリーの方が、甘くないか。いや、でもどっちも甘いは甘いけど。サントリーの方がちょっと酸っぱいね。苦味はあれですね。サントリーを基準にすると、カナダドライはちょっと苦いです。で、サントリーは酸っぱい。では、シュエップスいただきます。後味がすっきりしてるね。なんか一番すっきりしてる。苦さもそこそこあるけど。
炭酸のキメが細かい。一番なんか、さっぱりしてる気がするな。さっぱりっていうか、こう、キレがあるね。ものすごい。結構サントリーとカナダドライは舌に残る感じがあるんだけど、だいぶすぐシュウェップスはあれですね、すぐ消える感じ。よし。では、ウィルキンソン。いただきまーす。あ、これもあれだ。てか、これ甘くね、これ。あ、ヒレがある。甘くない。一番これ甘くないな。この中で。一番甘くない。甘くないですね。ただ苦味的には別にそこまで強くない。甘くないのと、多分一番、キレもかなりありますね。多分、一番ドライ系のやつだね。ウィルキンソンのね、ジンジャーエールもドライだけどね。シュウェップスとね、ウィルキンソンはドライですわ。で、サントリーとカナダドライは、ちょっと甘いっていうか、甘い。サントリーは普通に甘い。苦味もあんまりないですね。カナダドライは苦い。一番苦いのはカナダドライ。でね、ここから問題ないんですよ。問題なんですけど。実はですね、とりあえず、普通に飲んで、こんな感じだと、いうことは分かったんですが、問題は、ジンで割って、飲んでみると違いがどうかっていう問題なんです。最終的に飲酒動画になるという流れですね。いや、俺は本当はちょっと、動画分けようかなと思ったんですけど、もう分けるのもめんどくせえから、あれでいいか。な。ジンはビーフィーターの40度を使います。とりあえずね、ジンを1に対してトニックウォーター3で割ってみて、どうなるかという。ね。結構違うんですよね。ジンで割った時とストレートで飲んだ時とでは、多分なんか、あれだいぶ味が違ってくるよね。
多分。多分、だいぶね、味にね、違いが出てくる。ですよ。ん？1対3って言ったっけ？ 1 対1。よし、いただきまーす。じゃあ、とりあえず、カナダドライのやつ。乾杯。うん。うん、美味しい。うん。うん。結構苦味が効いてる。うん。うん。まあ、ジン自体にもね、てか、ぶっちゃけた話ね、ジンとトニックウォーターってほとんど味変わんないんですよ、俺の中だと。どっちもね、似た部類の味なんで。うん。ジンは、あれ、ね、ジンもね、いわゆる、柑橘系のね、皮使ってますからね。うん。うん。うん。美味しいけど、ちょっと甘い。かな。まあでも、ジントニックといえば俺の感じだと、この、カナダドライのジントニック、じゃねえ、トニックウォーター使ったジントニックをよく作りますけど。っていうか、それしかほぼ作らないっていうか。うん、やっぱり容量がね、500ml ってでかいんで、使いやすいっていうか安いんで。うん。でもだいぶ苦味があるのが特徴ですね。これは。このジントニックはちょっと苦い。うん。まあ。カナダドライは結構苦味だな、これな。うん。では、次サントリいやでも瓶のね、瓶のね、炭酸水とかさ、トニックウォーターとかはさ、いいですよね。やっぱこれペットボトルチャッチーからさ、なんか見た目がさ、しょぼいんだよ。いただきます。あ、全然な、全然違うわ。全然苦くない。なんか薄っぺらい味が。濃厚さゼロみたいな感じ。もうなんかすっきりしすぎて、なんか、なんじゃこりゃってなってる。まあ、ビーフィーターっていうジンは、結構、
なんていうか、ドライ系のジンですからね。香りも弱いし、まあ弱いっていうか強くないんで。うん。そこまで個性がない。個性がないのが個性みたいなもんですからね。うん。うわ、全然苦くない上に。まあ、甘いっていうほど甘くもない。多分、カナダドライ一番甘いんちゃうかな。時点でサントリーで、次シュエップス、ウィルキンソン、かな。一番多分ウィルキンソンが甘くない部類ですね。最近アマゾンで買ったんですけど、まあ、まだ届いてはいないんですけど、ここのね、蓋。ここを、これをピキって蓋できる、缶切りみたいな。缶切りの、缶切りちゃうわ。あれあれ。王冠のこう、パキって、これですよ。いわゆる。これの、蓋できるバージョンみたいな。なんかバーの動画で見て、かっけえなと思って買ったんですけど。うん。それをね、最近買いました。なんか、蓋をこう開けて、で、そのままこう使ったらすぐ閉められるみたいなですね。ウィルキンソンのさ、炭酸とかのさ、こういう、これぐらいの瓶あるでしょ。あれかっけえっすよ。まあ、高いですけど。やっぱ炭酸水とかさ、トニックウォーターは瓶のやつがかっこいいよね。特にバーとかでさ、バーの動画とかよく見るんですけど、カクテル動画とかね。やっぱり映えますね。特にウィルキンソンの炭酸がやばいね。ウィルキンソンの炭酸の、瓶がかっこいいね。うん。無駄にこう、語らない、なんか、こう、洗練されたボディみたいな。まあでも、ジントニックにはやっぱ、ビーフィーターが一番うまいんじゃないか？多分。ビーフィーターが一番合うと思うけどな。ドライなんで。ジンの中で一番、安価で買えて、一番癖が少ない、じゃないですかね。でもなんでこのシュエックスがさ、結構多分、一番使われてるんじゃないかな。バーとかでな。何回も言いますけど、バー行ったことないですけど。バーの動画とか見ると、ジントニック動画とかを見ると、だいたいこれ使ってるんですよね。多分。一番なんか値段が高いイメージがある。ブランド的な意味。実際のとこはどうかしら。それでいただきまーす。シュエップス。あ、結構苦い。うん。うん。結構苦い。で、結構甘さもあるね。
キレがあるね、多分。うん。うん、バランス取れてるね。サントリーはほんと全然あれだな。苦くなかったな。これ何だったんだっていう感じだね。一体何だったんだっていうレベルだ。まあ、ただね、あの、山屋とか酒の山屋とかで売ってる、あの、高いやつがあるんですよ。この 200ml ぐらいで、170円ぐらいするやつ。160円ぐらいかな。するやつがあるんですけど、あれがね、飲んでみたいですけど、多分大して変わんねえんじゃないかな。それはですね、実は、トニックウォーターの、まあ、昔はね、普通に売ってたんですが、原料に、キニーネっていう、まあ、今でもアメリカで売ってるらしいんですけど、アメリカで売られてるね、トニックウォーターに含まれるキニーネという物質が、物質というか、まあ、植物だかな、なんだかの、やつなんですけど。それが含まれているという。まあ、珍しい。多分、日本で唯一、その、キニーネ。厳密には、なんか、キナ抽出物というね。一応、日本ではあれ、その、キニーネっていうのは、なんか、毒があるかなんかで、なんか、禁止なんですよ。使用禁止なんで、なんか、キナ抽出物っていう。なんか、まあ、うん。まあ、そこら辺はちょっとね、僕もちょっとよくわかんないですね。まあ、ググってください、詳しくは。まあ、そちらが、ね、まあ、高いだけの理由はあると。こちらのね、4種類の、トニックウォーターは全くキニーネの、キナ抽出物は使っておりませんのでね。うん。まあ、そのキナ抽出物というのは、何かというと結局苦いんですよね。らしいです。苦いと。まあ一応、まあ苦味を別な、まあなんかで、こちらは補ってるんですけどね。なんか苦味物みたいなので補ってるっぽい。香料とか、どっかに書いてあると思う。なんか苦味料みたいな。あ、でも大して変わんないです、多分。俺も昔、高いトニックウォーター買ったことあるけど、ぶっちゃけそんな高いほどでもなかった。やべ、酔っ払ってきたな。さすがに。そろそろ、あれだぞ。それでは最後に、ウィルキンソンいただきます。いや、でもやっぱウィルキンソンは一番、あれだね。一番じゃねえや。
買うとしたら、この中でさ、上院するとしたら多分、ウィルキンソンか、カナダドライですね。値段的にね。値段的に見て、安い。それじゃ乾杯。うん。うん。苦味もある。そこそこにある。で、甘くない。うん。甘くないですね。キレがある。苦味もある。まあ甘くない。ってほど甘くもなくもないんだけど、他に比べると甘くはないですね。うん。言うてそこまで苦くはないです。うん。だから、多分一番甘くないのサントリーじゃないか。っていうか、サントリーは、何にも苦くもないんだけどね。うん。苦くもないし、甘くもないし。うん、やっぱりね、ジンで割って、ジントニックにしてみると、結構違いが出てきますね。うん。まあ、トニックウォーターだけ飲む人間も結構いるとは思うんですけど。うん。俺の場合は基本的にジンで割る、ジントニックで飲むパターンが多いんで。一番、こう、ジントニックにしてうまいなと思ったのは、うん。どうだろうなぁ。甘くないのが好きなんですけど、サントリーが一番甘くはないんだけど、苦味もないし、なんかあれなんですよ。多分ね、ウィルキンソンか、スウェップスかな。まあ見た目的に一番かっこいい瓶はこれなんですけど、ウィルキンソンちゃんが一番かっこいいですね。こう飲んでて、瓶をこう見ながらこう、つまみに飲めるみたいな感じはありますね。うん。結構酒とか飲んでて、ね、割と重要なポイントです。これは。やっぱり瓶とかかっこいいとね、ハートランドビールとかも、俺大好きなんですけど。あれの、うまいと感じるのは、あれ、瓶のあれもかっこよさも絶対あると思うな。うん。見た目は重要ですよ、結構。で、このトニックウォーターのこのウィルキンソンはね、まあ値段が、まあカナダドライに比べると確かに高いんですけど、シュエップスとサントリーに比べれば全然安いと思われます。うん。
税込みで75円。確か朝日の。まあ、定価が75円のはずなんで。それにこの瓶の回収量、前で10円引くと、まあ、65円と。いうことになるので、まあ、65円でこの1本が買えるということになるので、まあ、それでいて、なおかつ、多分容量的に 190ml なんで、割とね、一杯分ぐらいですね、ちょうど。ちょうどぴったり一杯分ぐらい。ぴったんこで飲めるみたい。でね、リターナブル瓶なんで、このね、ちょっとわかんねえが、すっげえ傷ついてるんですよ。ここら辺。ぐわーって。このなんか年代を、年季を感じるこの瓶のかっこよさ。ね。この形状とこの色合いと、かっこいい。もうここら辺すっげえ擦れてんだよ。この、ここの部分。もう何度もこう積まれて、ここら辺傷ついてるんですよ。でもこれは環境にも優しいんで、非常にこう、ね。いい。個人的にいいみたいな感じです。まあ、ということで、総評で考えると、ジントニックで飲むんだと、ウィルキンソンか、シュレップス。ストレートでそのまま飲むんだと、なんだろう。ストレートでそのまま飲むんだったら、なんだろうね。わかんね。まあ、ちょっと俺、ストレートではそんな飲まないから。わからん。はい、ということでご視聴ありがとうございました。